今日は2018年12月の17日17時7分です。こんばんは。こんばんは。カルビ弁当とカツフライですね。うまいっすね。うん、美味しいよ。あ、ごめんなさい、嘘です。おから食べてます。おからをいったやつ食べてます。銀シャリ食べたいな。ごちそうさまです。そうですね、鳥飼ってますね。炊飯器ありますよ。炊飯器あるよ。あ、マグロラストで行くんだ。大変か？いや全然大変じゃないですね。全然手間かかんないですね。全然手間かかんないです。湿度とか温度とかは管理しないとダメですね。文鳥の場合は、まあ、飼う鳥によっていろいろあるんでしょうけど。鳩そんなに別に好きじゃないですね。
そんなに。穴開いたりしないですよ。鳥の種類によりますね。鳥の種類によります。疲れてないよ。あー、夏にセーターを着ていって香ばしいね。いいね、うん、いいね。俺成田の友達なんかいないけどな。お疲れ様です。成田の同級生はマックス16万だね。手取り全員同級生は16万でも勝ち組かな。みんな12万ぐらいかな手取り。こんばんは。時給が低いから、時給が低いからだね。
いいね。面白いね。まあ、東京はね、時給1000円超えてるだろうね。東京は時給1000円超えてるだろうね。あ、作っちゃって。うん。うん。鎌倉行ったことないな。鎌倉いいところなの。あ、でも海が見える町に住みたいね。海がある町がいいね。近くに。海が見える町に住みたいな。あ、塩害ね。あの車とかバイクとかはすぐダメになっちゃうんだよね。大根半分でいい？まるまる使っちゃっていいよ。こんなに？あ、半分でもいいよ。5年先の自分のイメージ、あ、どうなんだろうな。目標みたいなのはあるけど、イメージはできてないかな。目標みたいなのはありますね。
オリジン弁当美味しいよね。オリジン弁当美味しい。メンバーがいれば復活するよ。メンバーがいたら復活するよ。うん、いや俺別にいじってないよドルさんのこと全然いじってないよ。俺誰かのグループにね入るの嫌いなんだよね。なんかつるむのがあんまり好きじゃないから。つるんでるのダサくないですか。だから何々グループとか何々ファミリーとかあんま好きじゃないんだよね。石野は別にグループとかじゃないでしょ。石野は石野でしょ。この BGM 一番いい？この BGM いいよね。まったりできるよね。僕もう本当生まれた時から貧乏なんで。気づいたら貧乏でしたね。ニコ生楽しかったね。懐かしいね。ニコ生楽しかったね。
逆になんで和道無修正で検索したのか気になるけど逆にどうしてそれを検索したんだっていう。セゴロ3出ますよ多分。出ますね。まだ契約書サインしてないから内定状態だけど、まあ、本契約はしてないですね。まあおそらく契約すると思うんで、なんじゃん作品作りますよ。いやジョーカー無理だって言われたから、人気だから無理だっつったからエースにしたんだけど、ありがとう延長代。ジョーカー無理だって言われたから、人気だから無理だって言ったからエースにした。エースの方が人気だ。どうして復帰される心境になられたんでしょうか。なんだろうな、出たくなかったんだけどね。なんだろうな、なんなんだろう、なんでなんだろう。なんでなんだろうな。なんか便所さんと話して、まあ、配信のこととか相談して、まあ
呼ばれてるうちが花かなみたいな、呼ばれなくなったら終わりかなと思ったし、嬉しかったからね普通に。いつ呼ばれなくなるか分かんない世界だからね、だからまあやってみようかなみたいな。あんまり考えてないですね。気分ですね。対戦相手は多分みやびさんなんじゃないの？多分だけど。もう弁護さんがずっと放送で言ってるらしいよ。最弱王決定戦でしょ。捨て頃の。モグゴリの一日店長2回誘われたんだけど、2回断ってるね。配信できないんだよな、そこ。だしコミュ障だからさ、リスナーさんと会っても喋れないもん俺。リアルに対面したら。接客苦手だから。ミマスさんいつやるんだろうね、配信ね。前飲み屋やってたよ。みやびさん圧力すごいね、前に前に出るファイターだから、多分ガッチガチのインファイトになるんだよの。もしみやびさんってやるんだったら、まあほぼ確定でしょ。まあカード的には面白いんじゃないの、弱いやつと弱いやつがやるって。そういうこと言う？入場で9割仕事終わってるとかすごいコメント書くな。入場で9割終わってるとかもう本当にひどいよそれ。残りの1割じゃあ何なんだよっていう、ああまあユイガーさんかちゃんまんが出たら超盛り上がるだろうね。ていうかワンマッチで埋まるでしょ。ワンマッチ1万円のチケットで300人埋まると思うよ。しっかりとガードしてパンチを当てられれば、残りの1割やられゲーなんだ。みやびさん強いけどね普通に。たあの体重差でかい人ばっかりだったからでしょ今回。俺とみやびさん、あの、身長差、体重差ないから、みやびさんの真骨頂が出ると思うよ。普通の実力っていうか。
よっさんはスポーツ全般ダメでしょ、杖ついてるんだよ。ガチの障害者だからね。重度の障害者だから。うん、ドレさんも軍装もでかいからね、がたいし。みやびさん身長俺より低いよ、だから筋肉がすごい多いんだ。横幅がある、腕とか太いよ。なんか別に因縁なんか最初から俺なかったけどね。なんか因縁因縁って言ってる人はよくわかんないな。セコンドはまだ誰一人決まってないね。セコンドは一人も決まってない。映画作ってますね。はい。結婚までできてない。解放最近血迷ってるんだ。全く見ないからわかんねえな。
てきた。ちょっと固まった。ちょっと固まった。くっついちゃったの？うん、くっついちゃった。あ、気をつけてよ。はい。できた。かしこだから、のんちゃん。のんちゃん、かしこだよ。ポンコツだよ。ダメだよ。自分のことかしことか嘘ついてたのポンコツだから。俺は知ってるから。なんでバレた？ポンコツの。なんで知ってんの？のんちゃんのことなんで知ってんの？こっち先に剥がしなよ。こっちもできてんだから、うん、こっちはまだ固まってないでしょ、うん、でもほら綺麗だよ。いいね、のりこクリスタルができてる。いいね。泡もいい感じじゃん、逆に、うん、泡超綺麗じゃん。泡取るの難しいね。うん、バーナーだね。俺のは見せて。アトリエ貧乏ってやめて。おう、すげー透明度、ほら、のんちゃん。あーすごーい。すごいね、これ。すごい綺麗、ほら。透明度やばい。これアート。いや、作品だから個展開く。
はい。ありがとう。もんちゃん美大生だよ。もっと。古典ってさ、一人いくらぐらいの脳だって。え？大体。普通無料だよ。え？無料なの？うん。古典って。うん。どうやって儲けるの？儲けないよ。赤字じゃん。そうだよ。え、古典って無料なの？うん。知らなかった。って無料なんだ。ペンゴさんの写真展は500円だったかな。剥がすの大変だね、のんちゃん。うまく剥がれない。もう剥がれないね。どうしよう。どこがセロテープかわからない。わかんないよね。これもわかんない。クリスタルロッドだね。いい匂いしてきたな。いい、弱めなきゃ。アクソリな。うん。Thank you.
ペンチが欲しいな。ペンチなんでなくなったんだろう。はい、ワードつ。これペンツがないと無理だわ。ニッパーではダメ。ペンツでバリバリバリって離さないと。ペンツどこ行ったんだろうね。ボコボコになっちゃった。なんかいいじゃん、いいじゃん、ヤスリでかけるいいんだよ。
のり粉もできた。いいじゃん、これ好きだよ。うん、ヤスリでかければいいんだ。だんだん上手くなるから、うん、続けることが重要。最初からうまくいく人はいない。ピカいいね。でヤスリかけたら、うん、魔法の杖だ。うまくいったな。いい感じだね。よかった。これ売らないよ。向けなだけあるね。いや気がこれ難しいもんね、うん、よくしやがった。こんばんは。クリスタルロッド作ってんの。シャレだね。
っこいいね、魔法の杖。これいいよね。悪くないよ。ただヤスリだな。よかった、うまくいって。置いといて。すごーい。かっちょいい。かっちょいいね。マット好きだね。あの最後のアルバムが好きっすね。最後のアルバムかな。初期のハードコアな 時よりもあの後半戦が好きっすね。後期のマットあんまり好きない。ハードコアだった頃が好きなんだ。おお。うん。のりこの、のりこも制作。まだ剥がさない方がいいんじゃないの、そっちは。緑いいじゃん。バーナー買わないダメだよ。そうか、うん、でも基本いい感じだと思うけどね、それ、うん、材料費2万ぐらいかな、全部で。1から買ったから今2万ぐらいだけど、工具がすごい高いね。バーナーとかも買わないといけない、本格的にやるには。でーんでーん、いいね。3個もできたね。
俺買ってあげた。3個できたね、うん、まだ完成じゃない、ヤスリかけないと思うんだ、うん、まだ油断はダメだよ、うん、こんばんは。うん、オブジェっていうか、あのもうこれ自体が作品なの。そののんちゃん説明して。そんなこれが説明できない。これをここにカメラが、うん、これが作品だ。アップで見せて、だったアップどうでした、そこらへん。うまく映せないね。キラキラしてる。ポンちゃんの手が邪魔でな、焦げちゃう、うん、近すぎた。うん、ありがとう。なんで貧乏なんですか。働いてないからですね。鳥いるよ。こんな生活いつまで続けるの。できる限り長く。望遠レンズ来なかったっすね。はい。釣られた。釣られたね。みんなが毎日100円課金したら俺月収600万だね。月収600万。ありがとう。無理すんなよ。すげえな、大花火くれたよ。
ありがとう、これ。ああ、米助かるね。すげえ助かるわ、米。
忘年会以降、いや、ちなみさんに挨拶でしょ、だから。ちなみさん、どうもすいませんでしたっていう。どれさんなりの謝罪でしょ、ちなみさんに対する。ちなみさんはほら、爆投げしたから。ちなみさますごかったよね。いや、すごい投げたよ、ちなみさん。すごかったよね。かっこいい投げ方してたよ。家賃分どころじゃないよ、ちなみさんが投げた量。ちなみさん多分30万ぐらい投げたんじゃないの。いや、ドレさんとのコラボ増やしたいと思ったもん。俺ドレさんが横に映ってるだけでもう反対だから。月収100万超えるよ。すごいよね、金持ちだよね、ちなみさん。いや、ドレさんとコラボ頻繁にやりたいよね。なんであんな太い花火師逃すんだろうな。何があったのか全く知らないけど、いや、俺にとっては助かったよ。ちなみさんのおかげで助かったよ、今月。いや、わかんない、何があったのか。でもドレさんの花火師でしょ、もともと。アイラリスナーすごい金持ちだよね。あ、豚とかブスとか言ってディスったんだ。っていうかさ、なんでさ、花火を投げてくれて毎月20万近く投げてた人を豚とかブスとかディスれるのかが分かんないよね。全然そこがよく分かんねえな。ありがとう、江ノ島物語。ドレさん急にディスり出すし、急に穏やかになるからね。私のこともディスるじゃん。いや、お前のことはディスってないよ。解放のことはディスってないよ。一眼レフ、ミラーレスカメラでお前のことを覗いたらカメラが壊れそうになったって言っただけだから。おめえみたいにこびねえ。ああ、俺別にこびてないけどね、ちなみさんに。いらないの、うん、ディスりではないでしょ。恋で DM 付き合いたいとかうざかった、うん、いや、俺ね、みんなね、分かってないんだよ。あの忘年会の面白さね、みんなやっぱ気づいてなくて。ドレさんの面白さ、あのドレ、あのなんか16歳の女の子がいたでしょ、忘年会に。わかる？16歳の女の子いなかった？高校生ぐらいの女の子。俺知らないんだけど、その女の子なんか、ドレさんがずっとそわそわしてて、ワドまずいよ、16歳はまずいよって30分ぐらい言ってんの。なんか
で、俺は俺の解釈は最初ね、なんかそわ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 してんドルさんが16歳まずいよまずいよって言ってたんだけど、俺は飲酒とかがまずいって意味だと思ってたの。でもよくよく1時間ぐらい経ってもまだ言ってるから、16歳と何かあったらまずいよな、ワド16歳となんかあったら本当にまずいよなっつって、何言ってんだろうって、お酒飲ませないよっていうことを言ったんだけど、なんかずっとまずいまずいって言って、最終的にドレさん酒3杯ぐらい飲んだら、ワド挨拶行ってくるわって言って16歳の女の子に挨拶に行ったの。えで相手にされなくてのこのこ帰ってしょぼーんって帰ってきたのもしかしてドレさん16歳の女の子とワンチャン狙ってたのこの人と思って、勝手に妄想が進んで16歳の女の子と今日仲良くなってオフパコになって、で勝手にもう未来に飛んでて、それがなんか炎上して逮捕されてまずいみたいなことをずっと言ってんのよ。バカでしょあの人、もう本当に病気だと思ったもん、うん、すごいよね、うん、何言ってんだろうと思ったんだもん。え、しかも何？その16歳の子って男なの？え、その人男なの？え、女の子じゃないの？ドレさん、口説きに言ってたけど。男ずるショタコンだ。ショタコン？何？ドレさんは、ドレさんは男の16歳の女の子をガチで、口説きに行ってたの。なんなの本当にどんだけ面白いんだよすげえな。なんかずーっとそわ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 してたね。あ、そうなんだ。いや知らない、なんか16歳がどうのこうのずっとドルさんが言ってた。あ、そうなんだ。相手にされなかったって落ち込んでたよ。うん、いや俺その16歳の子が誰なのか分かんないの、そもそも、うん、そもそも誰だか分かんない。だから俺見てないもんその人、興味ない。俺は黄色に夢中だったから黄色とは戯れてたから。へえ、ラムネちゃんっていう子なんだ。すごいよね。ことがあったよ。あったっつっても絡んでないけど。ナマコとか可愛かった。なんかね、ちょっとね、奇形だった。奇形。ああ。ワドとヤマトの話が良かった。いや、あのね、背が低すぎるんだよね。わかる？そう。もうあれでしょ、ドレさん年寄りだから何でもいいんでしょ。セキシンゴ的奇形っつって、うん、実際画面で見るより全然小さいよ。こんくらいしかなかったよ。こんくらいしかなかったよ。ドレさん黒くなってたよね、うん、関慎吾さんもっとでかい、こんくらいある。関慎吾さんこんくらいある、うん、ことかこんくらいだったね。よっさん
はなんかどんどんおしゃれになってて、ジーパンなんかすげえおしゃれだったよ。この前エビス履いてたし、なんかすっげえおしゃれな、ドラゴンの刺繍がブワーってここ入ってる、なんかすげえ高そうなジーパン履いてたね。グリーンバットの動画ありがとうございます。あれは失敗っすね、パースが狂ってる。プルさんケチじゃないね、金払いはすげえいいよ。ノレさんはケチではない、うん、ポンちゃん確かに口パクパクするよね、金魚みたいだよねってやってるよね。正直バクソの整形どう思う？ノーコメント。パソコン全然買えない。こんばんは。生で見て一番かっこよかったオーラある人、あーいつも言うんだけどネルさんかな。マジでビビって、本当にイケメンだって心の底から思った。まあまあカナヘビとか残念な月とか、あーかっこいいねーって、顔整ってるね、やっぱ噂通りだねって感じなんだけど、ネルさんは本当に、なんだろう、オーラが半端じゃない。ネルさんはマジで男でも、あ、これ俺女だったら惚れるわっていう、なんかネルさんのこと好きっていう人の気持ちが分かった。いや、あのね、画面だとなんかサイコパスみたいじゃん、目が笑ってなくてニヤニヤしてて、ちょっと気持ち悪いじゃんネルさんって、アホっぽいっていうかさ、なんか目こんななのにさ、こうやって笑うじゃん、わかる？こうやってこういう笑顔で怖いんだよ。でもネルさん生で見たらめっちゃくちゃイケメン。あのね、写真を撮ってわかった、あってうわって思ったんだけど、うわ何このイケメンって思ったんだけど、今写真見せてあげるよ。生であったらビビるよ、本当に男でビビるレベルだもん。あのね、やっぱ芸能界の血が入ってるよね、本当に。あの顔の作りとか身長とかね、オーラとか全然違って、すげえかっこいいネルさんは。ちょっと待ってね、ネルさん、ネルさんどこだ。いやあのね、もう写真でわかるよ、パッて撮った iPhone で撮った写真の作りが違うの、顔の。ネルさんいつぐらいだっけ絡んだの、あれネルさんいつぐらいだ。身長めちゃくちゃ高い、ドルさんよりでかいよ。あれどこだったかな、顔のサムネって何。みどりさんは少しでかいぐらいかな、俺より一回りでかいぐらいだから、身長173とかだと思うよ。そんなにでかいって人じゃない、みどりさんは。ネルさんはマジで化け物、本当にビビったもん。世の中にこんなイケメンいるのかって思ったもん。モデルさんみたい。いやモデルっていうかね、オーラがすごいんだよ。ほらこれ顔の作り違うの分かる、なんか顔小さい、なんか身長こんなでかいのに、俺もそんな顔でかくないじゃん、うん、で俺より顔小さいのよ。なんか頭を含めるとでかいんだけど、なんかパーツが全然違うんだよね、彫りも深いし。かっこいいよ本当に。うん、これいつだったかな、金映えのグエア会かな、金映えのグエア会。身長180超えてると思うよ、明らかに。前かがみで写ってるじゃん、ものすごい前にかがんで写ってるじゃんこれ、ほら。で俺の後ろに立ってるのに、こね、顔の位置合わせてくれて、全然違うもん。すげえかっこよかった。酔っ払ってるね。いやかっこよかったよ。
野田ゾウリもでかいね。野田ゾウリでかい。俺身長170だから低いよ。俺は低いです身長。よっさんは、いや、よっさんそんな身長高くないかな。よっさんそうでもない。あ、まあね。ネルさんを押してもユカチーがいるからね、もうね。あれは、なんだろう、結婚発表はあんま良くなかったよね。あまりいい判断だとは思わない。二人ともアイドル系なのに。二人ともアイドル系なのに、囲われ系なのにね。支援者170あるね、俺は。野田ゾウリモテるね。ランハグさん会ったことない。一回も会ったことない。だからでかいのか小さいのか分かんない。ランさんが。結婚発表するとアイテムでかく、まあアイテム減るだろうね。だから芸能界とかが、そう結婚発表とか慎重なのって、あれ、正しいんでしょ。やっぱり。慎重に慎重にやるじゃん。まあでもいつまでも続くもんじゃないしね。胎児が7週目って気になる。だってもう何年付き合ってる？ネルさんとユカチ。もう古いよ。何年ぐらい付き合ってるの、んちゃん。もう5、6年付き合ってるよね。5、6年付き合ってる。どうなんだろうね。打ち切れモードなのかな。いや、どうなんだろう、わかんないかな。男官塾の忘年会はないね。のんちゃんと付き合ってるからアイテム増えた。だって俺ふわっちに来た時はのりこと一緒にもうカップル配信者だったもん。増えたっていうか、ふわっち来た時にはもうのりこと付き合ってた。のりこと長いから俺。たけしさんの忘年会はあるんじゃないの？オフィス。ああ、どうなんだろうね。オフィス来たの事務所違うかんね。まあ、北郷さんは、たけしさんと飲むと思うけど。のりことまだ2年、え、もう2年、うん、で3年目に入ったの、うん、うん、たけしさんの忘年会って俺だって呼ばれるわけないじゃん。絡みが一切ないんだから。たけしさんと会ったこともないし。のりこの誕生日にプレゼントなしでサラダバーで済ませる彼氏。いやいや、めちゃめちゃいいところで飯食わせたよ。ねえ、のりこ。うん。普段何食わせてるか言ってやれよ。ちょっと来いよ。イタリアン。ほら、イタリアンだよ。昨日何食べたか言ってやれよ。寿司。ほら。いい彼氏だろ。ダンカンさんの料理番組見たことないね。三松さん次いつ来るの？わかんない、うん、知らん。
いやいや、北野武さん会うだけで緊張するでしょ。子供の頃からテレビで見てた人だよ。俺だって三股さん、あ、ありがとうございます。花火さん、こありがとうございます。三股さんでガチガチに緊張したからね。三股さんだって俺子供の頃からボキャブラ天国で見てたからね。ドレディス？何ドレディスって。ありがとうございます。弾丸塾で一番しんどい思いした和道さん。いや、何がしんどいって、弾丸塾生喋りが下手なんだよ全員。俺びっくりしたのが、一番喋れるのアキラッパなんだよ、あのメンツで。ビビるだろ。アキラッパが一番ペラ回るっていう絶望的な状況なんだよ。きついだろ。もうほんと見てて、もうほんとにびっくりしたよ。いや、アキラッパが結構助かってるぐらいだからね。俺アキラッパにほんと助かったわって言ったぐらいだもん。いや、解放もう絶望的だよ。解放小島グランプリは。いや、ちょっとね、トーク、しかもね、なんかね、ダンカンさんが小島グランプリ、ちょっと気に入ってるんだよ。君いいねってなってんの。なんでいいのかっていうと、ダンカンさん喋れない人が好きなの。喋りが下手な人好きだから、小島グランプリにちょっといいなってなってんだよね。野良猫さんは喋らないよ、全然。野良猫さん喋らない。解放の配信面白いと思ったこと一回もないな、正直。一回もない、うん。俺、最近花火やべえわ、うな。お前さ、何年配信やってんの？お前、喫煙枠でアットマークとかも恥ずかしいよ。やめちまえよ、うな。引退しろよ。俺、最近花火やべえわじゃなくて、キツネ枠でアットマークウナって書いてる。お前が一番やばいから引退しろ。お前もだよ、解放。バカだろこいつら。何がアットウナだよ本当に。キツネ枠で自己主張するやつほど寒いもんねえぞ。お前が頑張れよ。解放はさっき花火投げた。いや、憧れてたのがもう悲しいよ、本当に。もう本当に俺のスーパーヒーローがあんなことになるなんて。俺のスーパーヒーローだったんだよ、佐野は。だって俺この世界入ったの、佐野に憧れて入ったの。赤いジーパン、あ、ファーストウォッシュしたらすげえいい感じになってる。ヒゲとあたり洗った、めちゃめちゃかっこいいでしょ。色落ち半端なく良くなったよ。ヒゲもあたりもバッチリ、蜂の巣もいい感じっすよ。そうそう、うなちゃんマン佐野っていうのはどんどん落ちぶれてくよね。解放、俺に花火投げるよ。やっと洗った。ファーストウォッシュ。ていうか、佐野の周りにいるやつがダメなんだよ、今。
俺が佐野の隣にいたら佐野のかっこよさ全面的に伝えるから。佐野の取り巻きが良くない。今佐野のブランドを落としてるのは佐野の取り巻きだよ。佐野の良さ全然分かってねえもん。そうだろう。そう、知らない人とコラボばっかりだし全然面白くない。いや、俺佐野の隣にいたらもう佐野がいかに神なのかっていうのを全面的に押していくから。佐野がいかにレジェンドなのか。いや、もうしょうもないコラボとか見たくないよ本当に。あんなんならやんない方がいいでしょ。ねえ、本当だよね。みんな佐野に会いに行くのにね。まず挨拶、佐野に挨拶するところから配信って始まるのに。時代変わったよね。私の佐野は、俺佐野みたいになりたかったもん本当に。佐野になりたくてこの世界入ったんだもん。俺らの生きる希望だったよね本当に。マジで。今どう変わった？なんだろう、もう昔の貯金で貯金切り崩して食ってるようにしか見えない。そう思わない。はあ、花火ありがとう。もう正直昔の要はレジェンドだった頃の貯金を切り崩して食ってるようにしか見えない。佐野は攻めてたからあの頃。ありがとうね、花火2つありがとう。昔のもうなんつうの、昔の貯金で食ってるだけでしょ。なんでもう佐野が最前線だったんだよ。佐野が配信会の最前線で全てが佐野の話題で回ってたんだよ、うん、いや俺元を正せば俺ゲルゲが悪いと思ってるから、あのバカ女、あのバカ女のせいでね佐野がダメになったんだよ。そう思わない？パイセンはだから先輩だよ俺の、うん、いやーそうそう、細川さんが支えてた頃が一番良かった。いや花火が上がってるか上がってないかっていうのが基準になってる時点でもう佐野は感覚狂ってるんだって。花火がどうとか言ってる時点でもうオワコンなんだよ。そう、花火なんか上がって当たり前だからぐらいに言ってたもん。昔の佐野だったら、昔の佐野だったら、いや花火上が、自分から言わなかったもん。いや花火上がってるのは当たり前だからみたいな。花火の話題とか出せえよって。100万だって佐野なんか200、100稼いでるの当たり前だからねっていう、それくらいだったのよ。だってさ、こんなカソ生主のところでさ、俺は花火上がってるからって自分からマウンティング仕掛けてんだよ。どんだけ落ちこぼれてんだよ。俺が花火上がってるっていう認識なんか誰もないわけじゃん。その俺に、俺は花火上がってるからってマウント取りに来てんだよ。どんだけレベル下がってんだよ佐野。恥ずかしいよ本当に。アイラとかに言うんだったらわかるよ。俺に花火でマウント取ってんだもん、バカだろ。いや本当本当そのレベルだよ本当に。変わった。
そう、レジェンドが俺ぐらいの中堅どころと、俺の中堅どころにマウント取りに来るぐらい変わっちゃったんだよ。情けないよ本当に。うん、どしっと構えててほしいよね。大将はどしっと構えててほしいよ。あ、リスナーが良くないんだろうな。佐野のリスナーが全然面白くないもん。リスナーが悪い。あれ、トレさんと仲良くやってる？いや、この前なんか普通に酒飲んだよ一緒に。だからいつも言ってるけど、俺別にトレさんに対して何もないもん。別に怒ってないし、何も何もないよ。ランさんとは一回絡んでみたいかな、やっぱ先輩だから。母さんはなんか経営者になっちゃったね。でもやっぱりあの一流だよ。あの本意気で喋らせたら一流だよ。香川さん乗ってる時はすげえ面白い。若いっていうか絡みがない。ミュウツーとは相手にしてない。鮫島さん先輩だよ。だから最近電話かかってこないね。全然絡みないね。香川さん応援したくなるよね。わかる、すげえわかる。俺が経営なんかできるわけないじゃん。店何店舗潰したと思ってんの。1年半で俺店畳んだ数7店舗だよ。無理だよねえ。香川さん成功しそうだよね。いや、任されてるわけじゃない。自分でやってたから。そうね、香川さん、便所さん独自のポジション取ったね。いや、本来ポジションって作るもんだからね。あれが正しいんだよ。任されたわけじゃない、自分でやってた。アムウェイじゃないね、うん、俺はアムウェイ系じゃないから。中島かおるさんとか北コンさんとか、あと誰だ、中島かおるさん、北コンさん、高橋歩さんとか、あの辺全然つながりないよ。俺アムウェイ系じゃないもん。そうそう、やるのは簡単なんだよ。継続が難しいんだよ本当に。そう、店舗借金はないね。曲がりだったから。俺は借金しないやり方が好きだから。あ、ココア様優秀だもんだって。ないっすね。いやいや、成功じゃないでしょ。すすきのは行き
痛いって言われても別に、カニ食いたいかな。キツネなんでやめた方がいいの。セゴル3出るよ。飲食店の経営って何が難しいですか？売り上げ、バイトの管理。いや、俺はバイトは使ってなかったけど、一人でやってたから、売り上げっていうよりもね、お客さんを抱えられるかどうか。もう個人店の場合はね。大きい店とかだったら別だろうけど、看板、俺は大きい店は看板と広告だと思ってるんだけど、個人店で言うのはもう完全に人とのつながり、人柄。こんばんは。誰と戦いたい？対戦相手雅さんでしょ多分。線量は変わらない。15,000円。ソフトバンク電波悪いね。歌うまも出るよ。小手半変えたね。いや、監督でお金儲けてるっていう人あんまりいないと思うよ、日本で。いや、宮城さん強いよ普通に。俺何回かスパーリングやってるけど、カウンター何本も取られてるもん。 iPhoneスポンサー、まあ、花火投げてくれる人が俺はスポンサーだと思ってるけど、俺100万もらってないよ。俺の最終学歴は幕張免許センター。来年出ますね。あ、そうだね、プロデューサーさんがいないとうまくいかないね。お金勘定がうまい人。のんちゃんバイトしてないよ。捨て頃出れるって何？ワンもツーも出てるけど。映画コネクションないと厳しいだろうね。月、あ、便所さんは100万超えてるでしょ、余裕で。映画音楽などのスポンサー契約とかされてないんですか？まだその規模ではないんですか？無理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 。無理無理無理。スポンサー個人の谷町レベルですよ。他の人が出た方が盛り上がるっていうのは俺に言わないで。俺プロデューサーじゃないから。便所さんに文句言って。なんで断るの？モンラブはだいぶ投げてくれてるからスポンサーでしょ。最近投げてないけどね、ここ半年ぐらい。ずっと応援してくれてたよ。キャス主とは全然交流ないね、俺は。いや、企業に売り込みとかはしてない。その規模じゃない。
シャンピンはキャラ変わったね。出会った頃と全然違う、うん、キャスに戻るっていう。全然キャスでの活動俺ほぼ皆無だよ。3ヶ月ぐらいやってたけど売れてないもん。戻るもクソもないでしょ。ホームグラウンドじゃないもん。バカ10個ありがとう。条件悪くないよ。お金の面は条件がいいんだけど、配信の規制が厳しいのよ。他のオファーは、例えばタバコ吸うなとか、一日何時間やれとか。塾長でもありがたいね。塾長がバカ投げしてくれたらありがたいね。いや別にでも特定の誰かからとかじゃなくて、でもみんなから支援されたいけどね。資金集め大変っすね。本物塾長ここにいたの？へぇ。うん。あ、そうなんだ。来てたんだ。へぇ。塾長投げる人の基準、まあまあ好きな人に投げてるだけでしょ。いや別に期待してないよ俺。塾長は俺に投げないでしょ。いや来ないと思うよ俺のところ。髪の毛赤く染めるのなんでやめたの？仕事の件で、そのやっぱり、なんだろう、会社の人とかと会うことが多くなってきたから、ちょっと、やっぱ金髪、あ、金髪じゃない、赤髪だとちょっと印象悪いから、仕事を取ったね。あたつ。塾長 NG コメしてきたよ別に。っていうか覚えてない。塾長来たっていうのはリスナーさんが今教えてくれたから。無料アイテム投げたんだって。仕事してるよ、うん、すごいよね。めちゃめちゃ入ってるね。風呂上がりだよ。いやだから分かんないんでしょ。配信者だから分かんないんでしょ。かぶりとかいう概念がないんでしょ。素人なんでしょ。知らないよ。リスナーが言ってんだからリスナーに聞けよ。いや、通常枠に。